ステップ2、意思決定ツリーの骨組みの作成。意思決定ツリーの作成は、プレシジョンツリーでツリーのコピー機能を利用すると特に簡単に行えます。まず、意思決定ツリーの開始点を作成した後、決定濃度と確率濃度、およびそれぞれに関連する分岐を追加していきます。分岐の一番右の端にある青い三角形は、 終了濃度と呼ばれます。終了濃度はその時点で全ての決定が下され、不確実性を伴う結果も全て観察済みであることを示します。意思決定ツリーを開始するには、プレシジョンツリーリボンの意思決定ツリーボタンをクリックし、表示されたダイアログボックスでシートの空白部分にあるセルをどれか選択します。これで、 青い終了ノードが一つある意思決定ツリーの開始点が作成されます。ここでツリーに分かりやすい名前を付けることもできます。ツリーの作成を続けるには分岐を追加するノードをクリックします。すると作成するノードのタイプとそこからの分岐についての情報を指定するダイアログボックスが表示されます。 濃度や分岐にはラベルを追加できます。これには濃度設定ダイアログを使用するか、ツリーで直接指定することも可能です。 ツリーの一部、つまりサブツリーを複製するには、サブツリーの一番左のノードを右クリックして、サブツリーをコピーを選択します。次に、このサブツリーを貼り付ける先のノードを右クリックしてから、サブツリーを貼り付けを選択します。サブツリーに指定されていた数式は、すべて Excel の場合と同じ方法でコピーされます。 したがって通常これらの数式には絶対参照を使用することをお勧めします。次はこの手順を使って作成した部分的な骨組みです。この後下のサブツリーをコピーして残りの入札額の分岐に2回貼り付けます。実際に作業をしてみましょう。この入札モデルのツリーの骨組みを作成します。 サブツリーのコピーと貼り付けの機能を使用してください。